でもう一つですね、注目すべきは大井のかまとで、実はそのかまとでも2つの類型に分かれるということが分かります。私は谷型と海岸型と呼んでおりますけれども、大井っていうこの谷っていうのはこのそんなに広くない、谷ですけれども、そういう中でこうやって三角形を落としますとなんか漠然と広がっているように見えますが、これをおおむね2つに分けることができます。一つは、この谷型支群っていう私が呼んでいるものは現在の大井町の、集落のある谷に面した斜面とその谷を遡った奥の斜面ですね。谷に面してずっと遡ったところ、町の大井の、町というのか村というのか、その辺の斜面に作られているものとそれを遡った斜面に作られているもの、これが一つ。これは一つは古いところから言うと迫谷支群というのと寺尾支群というのになります。これは5世紀の後半から6世紀の前半ぐらいで、これはどっちかっていうと集落に近い山の果樹園で開墾された時に見つかったりしたものです。皆さんご詳しい方がいらっしゃると思いますのでまた教えていただけたらと思いますが、比較的低い、斜面に作られています。でその次に出てくるのが池の奥支群、これは工業団地で発掘されたまさにその谷を遡った山の斜面になります。で6世紀の後半から7世紀ぐらいに作られて、さらにまた8世紀に作られて9世紀作られて、どうもこの池の奥っていうところがこう回帰してくる、離れては回帰してくる大きなかまとの基地だったようです。それから妙祖支群とカスタダニ支群ですか、読み方がカッタダニでいいんでしょうか。さらに8世紀後半になるとさらに池の奥から遡った上の方にかまとが集中して見つかるようになってまい、ります。そういう2つ、谷型の支群というのはそういう特徴があります。まずこの大井のこの谷の平地が見える、今でいう田んぼが見える斜面に迫谷支群と寺尾支群があって、ここで水域生産が開始されて、やがて池の奥へ行ってやがて妙祖勝田谷とどんどん奥へ入っていきますね。でやがて9世紀にはまた池の奥に戻ってくるんですけれども、こういうふうに古い釜ほど標高の低い集落のある谷にあって、新しいほど谷を遡っていく、上がっていくという特徴がこの谷型の釜跡群にはあります。一方ですね、もう一つあるのが海岸型支群です。目の前に中海を望むか非常に近距離に海岸のある、小さな谷に立地する。で先ほど見た大井のまさに大井の谷ではない谷に限ってこれがあります。これが特徴です。馬畑支群っていうのは、これは地名で皆さん分かると思いますけれども、大井のすぐ南のこう谷のすぐ頭のところですね。それから、岩塩支群っていうのはそれのちょっと岩塩池のあたり、それから山津支群、これは県道での拡幅で発掘調査をされた山津の小さな谷に見えたところですね。それから唐星、これは大見崎のまさにその中海に突き出したあたりになります。これらはだいたい6世紀の終わり頃から8世紀の前半頃に、作られていて、目の前が海岸だという特徴があります。で、これがだいたいこう山のてっぺんをつなぐ大井の谷というのはこれぐらいの、いわゆる小さい峰の大井の谷はこれぐらいの範囲になりますけれども、海岸型はこうやって見るとこの大井の谷の外側に全部あるのが分かると思います。で目の前が海岸になるという立地になります。さっきの谷型は目の前は田んぼであったり山であったり、
になります。でこの海岸型で一番分かりやすくて調査がされているのが山津の釜跡になります。すでにここは今や広い道がドーンと、ね、作られております。今もこの辺りぐらいまで道になっております。はい、その道を作るときに発掘調査がされました。当時の海はおそらくここら辺まで来ていると思います。前の田んぼは干拓で作られてますのでこれぐらいまで海が迫ってきていて、すいませんね。でここですね、ちょっと見えにくいですが、このちょうど木の陰になっているここから山津1号釜っていう6世紀の終わり頃のかまどが見つかっています。もう 目の前が海ですね。もう本当になんでこんなところにあるんだっていうぐらいなところからもう釜そのものが見つかっています。まあ私も現地行ってびっくりしました。でこれ図面で見ますと、この青いところが海でして昔の県道がこれになります。これ狭い時の県道ですね。今の県道はこれぐらいまでも来てますけれども、この中でですね、出ましたかね、はい、釜跡がこの限られたこのこれは水道管やガス管を新たに入れる時に調査した時に出たものですが、それとその道の調査の中でこのわずかな中で4つ釜跡が実は見つかってまして、もう本当にもう身を寄せ合うようにして釜跡で、それぞれ時期が実は違うんですね。1号釜は6世紀の後半ぐらい、あとはまあ7世紀だったり8世紀だったりというような釜だったりするんですけれども、まあこういう形で本当に海のすぐ近くにどんどん集中して釜が作られている山津釜の例です。おそらく全体を調査するとたくさん釜が出てくるはずです。で谷型と海岸型っていうのを整理してみると、谷型というのは大井の集落に面した谷や遡った斜面にあります。で全体の継続期間が5世紀の後半から9世紀ぐらいで、個別ごとに釜の操業期間は単一の時期あるいは断続的、つまりですね、そんなに一つの釜跡の仕組みで長いこと操業してないんですね、谷型っていうのは。一方か海岸型は立地は海岸に面した斜面で全体の継続期間はどこも大体同じで6世紀の後半から8世紀の前半で、操業期間が非常に長いんです。継続的なんです。ということから見ると谷型はですね、一つの釜では長期間操業を行わずにどうやら移動しているっていうのが分かります。で古いほど時期ほど低い位置に新しいほどほど時期ほど高所に移動していますので、その結果はそれはなぜかっていうと、おそらく釜は一昼夜以上ガン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 薪をくべますからたくさんの燃料がいりますよね。ですからこれ全国的に釜場の同じ傾向があるんです。どんどん釜場は移動して高いところに移動していくんです。なぜかっていうと燃料がなくなるからですね。燃料がなくなるから山の方に山の方にどん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 移動していくんですね。で、つまりおそらくこの谷型っていうのは地元最初に5世紀の後半頃に大井で暮らしていた人か、あるいは大井にやってきた人が釜場を開いて、でその人たちが連綿と作り続けた釜跡が多分谷型だろうと思います。おそらく燃料がなくなって少しずつ数十年ごとに移動していく。だいたい山っていうのは切ってから30年から50年ぐらいで回復するんだそうですけれども、周辺を全部木がなくなってしまうと移動する、それを繰り返していくんですね。で9世紀頃になると一番奥まで行ってまた戻ってくるっていうようなことを繰り返していくのがこの谷型の釜跡の、特徴ですから、多分地元にいた大井の工人たちが作ってるんだろうと思います。一方で海岸型は
まあ通常田んぼができそうにないような小さい谷の本当に海に面したところに立地してて、明らかに入り海中海を利用したこう搬出入ですねを意識した立地だと思います。特に重要だったのは原材料薪とか粘土の搬入だと思いますね。で創業時期は大井川での集約生産時期に一致、これ先ほど赤く、他の地域で釜がなくなる時期にこの海岸型という海に面したところで一気に操業が始まって150年間釜は作り続けられるということになります。簡単に言うとそんな小さい谷で燃料がすぐ枯渇しますよね。でも150年以上焼き続けてるわけですから必ずその原材料は外から入ってこないとできないんです。そう考えるとなぜ海端に立地しているかっていうのは、まあ、理解ができますよね。船で薪も粘土もどん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 供給されるのが海岸型の釜跡のおそらく基本的な要因になるかと思います。でどうしてそういうことができるかっていうと大井の人たちの力だけでそれができるとはちょっと思えないところがある。多分この大井での集約生産に連動して時の出雲地方の大きな権力によって編成されたのがこの大井の素敵の生産体制ではないかなというふうにちょっとまず最初に結論じみたことをお話をしておきます。それでは、この工人集団と生産体制の想定という話をしていきますが、この大井のかまと群の特徴は先ほど言いましたように地元の工人集団による谷型の操業と外部に原材料の供給を依存した海岸型操業の2つの体制が並行して行われていたということになります。特に6世紀の後半から9世紀までこういう状況です。で、それぞれの体制の中で工人集団の姿を母性を通じ次お墓の姿を通じてちょっと考えてみたいと思います。で、谷形釜場の工人の墓っていうのは実は池の奥遺跡などで分かってきておりまして、6世紀後半以降大井で集約的に不正規が生産される頃の工人集団は、谷の奥の川の池の奥周辺に古墳や、集団墓地を営んでいたと考えられます。で、その埋葬にあたっては不正規を利用してるんですね。特徴です。例えば末期で棺を作る、あるいは石室を作るときは末期を石室を作るときの一部に利用しているみたいなことをやっています。つまり特別な技能集団ですから当時末期を焼くっていうのは専門的な利用がないとできません。先ほど言いましたように釜炊きにしても、ろくろを作るにしてもこれは今の我々の感覚的にも分かると思いますが、通常の集団一般の人ができるわけじゃなくて多分専門工人がやっている。ですからこういう特別な末期の保管や末期を、特殊な使い方として石室を作ったりするっていうのはおそらく陶工としてのアイデンティティを示していると思われます。例えばこれ池の奥古墳群に出てきている末期の保管陶管ですね。こういう丸い筒状の管を作って帯で巻いたようにしてこれ丸いボツボツがいっぱいついてるんですけれども、こういうような特別な缶、これも大井以外ではもう本当にないですね。こういうような缶が集団墓地や古墳の中からたくさん出てくるんです。これがおそらく末期工人のお墓だと思いますね。で、これ池の奥遺跡の報告書に載せられた末期ので作ったお缶の種類としてさまざまな末期の缶が作られているんです。実はお墓の形っていうのは結構強い、規制がかかるといいますか約束事が強いんですね。今でもそうだと思いますけれども、単純化しますと、仏教系のお墓はこう丸いんですけれども、神道系のお墓はこう先が尖ってたりするし、キリスト教系のお墓はこう横型のこうなったり、今でも結構ですね、今日
教派や宗派によってですね、お墓の形、約束事があるんですね。それと同じようにお棺の形とか石室の形っていうのは約束事が強いんですが、ここの大井だけはもう約束事がほとんどないぐらいに、こういう焼き物で棺をいっぱい作る、つまりこの地域が特別にやっぱり石碑を作る集団がいて、もう約束事がない状況の中でいろんな棺を作ってるんですよ。釜じゃなくて棺を作ってるっていう状況が伺えます。まあ後人たちが自由に自分たちのお棺を作ってたんですね。逆に言うと、まあ権力者たちがこういうお墓を作るっていう約束事を作る中にからはみ出して、大井の人たちはさまざまな陶器のお棺を作っています。で、それじゃあ海岸型釜場の後人たちはどこにお墓を作っているんだろうかな、やっぱり池の奥に同じように葬られているんだろうかということになります。で、これを考えるときには、実は周辺地域の2つの横穴墓にそのヒントがあります。一つは松江市の東出雲町裸屋にあるから発見されました。これは安来道路の建設で調査された渋山池横穴墓群の中の1号横穴、ここから末期のお棺が出てますね。さっきあの池の奥で見たようにと帯でこう締め付けられたようにして丸いポツポツがいっぱいついてるんですけども、でここに実は台が置かれていますが、まあ、この辺りも大切なところで、これを取り出したものがこれですね、渋山焼横穴墓群の陶棺、正規の棺です。非常に特殊なモスラのような形をしていますが、これが本当に今島根県で大井以外で見つかっている陶棺のわずかな例の一つですね。先ほど見たあの大井で出てきているものの一つに非常によく似ていますので、多分大井で作られた棺だと思います。さらにですね、この棺をのがですね、直接地べたについてるわけではなくて、ちょっと図面では申し訳ありませんが、こういうちょっと台形で上に穴の開いた台に載せられていました。これはですね、焼き台と我々通称呼んでおりますが、石器の大きなものを焼いたりするときにこう斜面ですから台を作るんですね。それの一種です。これをあのお棺の台として使っていました。石器を焼くときだけに使う、まあ、特殊な釜道具ですね。でもう一つ、北小原二号横穴墓っていうのがあります。これはどこかと言いますと、松江市の西浜佐田町の湖に面した、ほぼ近い面したところでして、実はこの横穴墓はまだ見ることができます。湖北線を西へずっと向かいますと、A コープがありますね。 A コープがあって、そうするとこう坂が2つ山を越えますが、2つ目の山の左側に四角く残された山がありますが、分かります？あれが実はこれなんですね。今ねかなり埋まってるので分かりにくいんですが、これもう昭和40何年かぐらいに調査された時の写真なんですが、これあのこういう貫抜き型のこう洋刻があってこう切ったり締められている、すごい珍しいお棺なんですが、注目するのはね、このこれなんです。さっきの焼き台みたいなこういう大きなものがこの前に備えられております。実はですね、この右側のこれが先ほど北小原二号横穴から出てた焼き台です。これも、まさに石器を焼くときだけに作る使うものなんですが、実はこれとほぼ同じものが岩塩の釜跡で、これですが見つかっております。上に四角い穴が開いていて、横に丸い穴が開いているのは全く一緒ですね。岩塩の釜で焼かれたものの可能性が強いんですね。ですからこの北小原二号横穴墓では大井で使われた釜道具であるこの焼き台をわざわざその墓前にお供えをしているということが分かります。でこういった状況を見ると、こうした横穴墓に葬られた人は末期の
水器を焼くときにしか使われない、つまり普通の一般の人にはですね意味がわからない焼き台とか大いでしか作らない陶管を持つたりしてるわけですね。ですからこれらのその今でいう、小蘇市近辺とか安宅江のあたりのに葬られた、その横浜に葬られた人は末期工事に関わる人物と見て多分間違いないんじゃないかなと思います。でさらに注目されるのは、実はですねこの渋山池横穴郡と北小原横穴郡郡のすぐ近くでは大井で集約的な生産が終わった9世紀頃に再び釜が作られてるんです。大井で集中的に釜生器を作らなくなった後の時代には外と同じ場所で釜が作られてるんです。これが重要なポイントになります。これは渋山駅1号釜というのが上で、下が平迫田4号釜っていう釜なんですが、これがそれぞれの横穴のすぐ近くで作られています、発掘されています。で先ほどの、グラフをもう一回見ますが、要するにこの中海南岸の渋山池という横穴部分と釜跡と小蘇市平迫田っていう釜跡のすぐ近くの横穴で、正規生産に関わる道具やお釜が出ていますので、でこのまさに、大井での海岸型が焼かれる時期の後に釜跡があるんですね、こういう因果関係があることが分かります。ですからちょっと結論に入っていきますけれども、大井地区は非常に狭い河口地、田んぼはしか持たずに多くの居住人口を支えるだけの広さは持っていません。周りの森林や粘土だけでは多分9箇所の市郡にわたる、釜場を支えることはおそらくできないというか間違いなくできませんね。そういうような場所なんですね。で、それじゃあ、ちょっとすいません、少し論理的に飛躍しまして、こういう言い方をするのはあんまり良くないですが、どうやらその集約的に生産している6世紀から7世紀の8世紀の前半までの間、先ほどの横穴の例を見ますと、中海新築周辺沿岸に工人集団がいるんだけれども、そういう集団がどうやらこういう海岸端の釜場にやってきて仕事をしているんじゃないかなっていうことが、推定されるんですね。おそらくそういう人たちはこの船を使って、やってくる、この山津の釜跡などはまさにその通りでして、原材料が来るだけじゃなくて工人たちもどうやら周辺から来てる可能性が高いんじゃないかなと思います。で釜のあそこの赤丸が大井の釜ですが、実は、今先ほど言った、平迫田釜や渋山焼釜があるところには釜に関係している横穴墓がありましたね。で、多分ここからやってきていると。おそらくは他に9世紀になって初めて出る釜跡が何箇所もありますので、そういったところからも釜の工人が大井に集結してきているんではないかなというのが私の考えです。つまり6世紀の後半から8世紀の前半までの間、大井であれだけたくさん釜跡ができるのはその海岸型という釜、普通は生活もなかなか難しいような、小さな谷でわざわざ、船で乗りつけてやるような海岸型の釜場があって集約生産が初めて成り立っているということになりますね。でなぜ末期の生産が主力されたのかっていうのは、直接末期そのものからそれを知ることは難しいんですが、ちょっと広い目で当時の、地域と地域の間の関係を考えるとちょっと分かりやすくなってきます。つまり当時の中心地
オルヘイヤって私たち呼んでますが、まあ、要するに国府のあるチャルス山の南側の平野が当時出雲の中心地になりますから、そこの平野のを支配して出雲全体をも支配する人々と大橋川北部勢力の結合が出雲の中心を形成したっていうことは大体古墳の情勢から分かってきてるんですけれども、まあ、そういったことが当然この水力生産の背景にあるんだろうと思います。で、これ例えばの話ですけれども、全部話できないですが、古墳時代後期ちょうど大井で集中的に生産がされるときに、古墳時代後期になるとこういう石灰石質という出雲東部独特の石質が作られるようになります。これは古墳時代後期の出雲の地域結合、地域統合のシンボルと言ってもいいと思います。そこの主張同士、まあ言うなれば村長さん市長さんあたりが同じ石質を作って連合を確かめ合うっていうような性質があります。まあ単純に言いますと、今のように制度がちゃんとまだない時代ですから、古墳時代は同じ形のものを作る、同じ祭りをするということによってお互いの結合を確かめ合うんですけれども、それのシンボルがこの石棺式石室という非常に綺麗なお墓です、石室です。これは出雲の東部にしかありません。これは八雲の雨乞い山古墳の石室ですけれども、同じようなものが、例えばこれは安来の飯無岩船古墳、それから山城原古墳という、これは茶臼山の西側にある一番大きな石棺式石室ですね。私が立ってますけれども、巨大さが分かると思います。こういう石棺式石室を6世紀の後半から7世紀の前半にかけて、出雲の東部の首長部ですね、頭たちは作るんですが、まあ実はご存知の通りで、浅組岩屋古墳がまさにその形ですし、このすぐ近くにあります浅組小学校校庭古墳、これが全く同じ形の石室なんですね、はい、つまり東部の首長たちはこうやって同じ石室を作ることでお互いの連合を確かめて合っていたわけですね。そういう情勢があります。大井川での集約生産の背景として、あるのはやっぱりこういう 地域の統合が進んで、後の出雲の国っていうものが出来上がる過程にある段階なんですね。6世紀の後半っていうのは、それがだん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 形作られつつある。で、赤いポツが、緑色のポツが古い段階の石棺式石室があるところになります。この大宇平野の周辺とこの浅組や、持田の辺に集中して作られているのが分かりますね。あとはポツポツポツとあります。それがやがて新しい段階、7世紀になると西の方にも出てくる、広がっていくというのが、まあ、分かっているんですが、そういう石棺式石室の勢力の中心は、一つはその大平野であり、さらにそのこの浅組を含む大橋川北岸の勢力ときっちりと結合したことによって、おそらく出雲全体の支配っていうのができるようになったんだろうと思われます。で、ここは大井の釜になります。こうやって見るとこの大井の釜の位置の特殊性が分かっていただけるのではないかなと思います。つまり最初に戻りますけれども、中海から入ってきた船は、一度狭まった大橋川に入っていきます。その時に見えるのが大井の釜跡群であり、特に海岸何箇所ももうもうと煙を上げて水液を焼いている様は壮観であっただろうと思います。まあ、古墳時代から平安時代の末期っていうのは、まあ、祭りの基本的な道具ですね。祭りっていうのは先ほど言いましたように祭り事で、まあ、決まりがきっちり決められたものですから、それを必ず持ってないといけないんですね。それのをこうしっかりと抑えていくっていうことは非常に当時の古代の人々にとって重要なことでありました。
で、鈴木生産を集約することは出雲地方全体の祭りを抑えることになります。祭りを抑えることによって出雲全体の結合力を強めていくことができます。で、古墳時代はこの奥羽を中心にして浅組や持田に大市町墓が作られているということが分かってきていますので、この2つが連合することによって何ができるかっていうと、最後の結論になってきますが、ちょっと話が戻ります。大井の出雲の国不動記の時代にちょっと新しくなりますが、実はですね、出雲の国不動記の編纂は733年だということが分かっています。733年より前に不動記を作るために、島根軍の国司って書いてあるの間違いですね、軍事ですね、軍事は中海を船で通行して巡検をしています。で、当然船で巡検していくと大井の浜のところに煙がもうもと上がっているわけですよね。大井の浜になぜ聖域を作るってことが書かれているかというと、まさに海岸に通常ありえないところで焼き物を焼いているからすごく目立つはずです。で、ここからいよいよ最終的な奈良時代頃のこの生産体制の話になるんですけれども、大井での生産っていう、正規の生産っていうのは、おそらく出雲の国葬である奈良時代はですね、出雲の海っていう人が、これはまあ出雲国府におられたと思いますけれども、後の今の出雲大社の国葬さんにつながる先祖になりますけれども、この国葬の下で大軍、島根軍、愛花軍の公人が集まってきて、島根軍の軍事の大領である小袖の大西がコントロールしているのではないかというのが、最終的な結論になるんですけれども、この小袖の大西という人がまさに島根軍のトップ、奈良時代トップなんですね。これ文字で分かるのはちょっと奈良時代が最後ですので、最初ですので、古墳時代まではこれが誰だっていうのは言えないんですけども、奈良時代の8世紀前半になるとはっきり言えますね、島根軍の軍事の小袖の大西がコントロールをこの大井の釜のコントロールしてるんじゃないかと思いますが、その証拠が実はありまして、この末期の皿や蓋にヘラで小袖と書いたものが出雲の国内で何箇所からも出てるんですね。出雲のこれは青木遺跡、出雲郡の端っこの宍道湖の、当時の宍道湖に面した青木遺跡、ここは出雲郡の重要な役所や神社があったところと言われています。そこから小袖とヘラ書きした、つまり焼く前に小袖と書いてるんですね。炭書きじゃないんです、ヘラ書きですから、柔らかいうちに小袖と書いてる、生産を司っているっていうことを表すと思います。青木遺跡やその他にも出雲の国府跡でも何個か見つかってますし、乃木福富遺跡、福富寺遺跡からも何個かこの小袖とヘラ書きした末期が出てきます。これはおそらく偶然の一致ではなくて、そういう重要な役所があるようなところにこの小袖とヘラ書きをした末期が行ってるっていうことは、おそらくその重要な意味を持っているんではなかろうかと思います。全体をコントロールしていたのが多分この島根軍の大量の小袖の御師だった可能性が高いんですね。で、小袖の御師はおそらく当時の国葬の出雲大西と同盟関係にあって、同盟関係というよりはもう仲間ですよね。奈良時代ですから完全に祖先を同じくするような仲間の関係にあって、全体としては大軍に国府がありますから、その国府の国蔵の指令の下で小袖の大西さんが、大井の生産を奈良時代は司っていた。古墳時代はそれ、おそらくその状況は古墳時代の後期の6世紀の後半ぐらいまで遡る、それのシンボルが摂関史跡室だったんじゃないかなというふうに考えるわけですね。
生産と流通を抑えるというのは非常に重要なことです。つまり当時出雲の国風土記には弓ヶ浜が弓島と書かれていますから、境港側に一つ島が弓島があって中央が途切れてました。ですから古代は船は東から入ってくる船は今みたいに境港を通りません。いや通る船もありますけれども、もっと近い、今の米子空港からちょっと南あたりを通って入ってきますから、でその船は必ず西へ向かおうと思うと、このまさに大井浅組築屋っていうこの挟まれて狭い水道を通らなくちゃいけないんですね。つまり東のから来る大和王権からの情報や物資っていうものを強化、そういうつながりを強化するとともに、そういう東からの物質や文化をコントロールすることができる立地がこの浅組とこの築屋八幡地域になるわけですね。でそれの、生産と流通を象徴する水域生産をこう2つの海の結節点にあたる大井に集約する意味は非常に大きかったんだろうと思います。実際に作るということも大事ですけれども、その場所も多分大事だったんですね。まさにこう東からやってくる船にとって、出雲の中心地に入ってくる目の前に言うなればコンビナートがあるというような当時の立地状況が推測されます。で立地条が制定された後、つまり制度ができた後もこの生産体制が続いて8世紀の前半まで続いていたということになるわけですね。まあすいません、話がいろいろと重複して飛んだりして申し訳ありませんが、雑把に話すとこういうような結論になります。つまり、浅組というこの地域そのものが中海に南に大きくこう飛び出していて、で水道が目の前にある、でここをコントロールできるかどうかっていうのが非常に大きな問題だったんですね、古代は。ですから出雲の国府が茶臼山の南側の平野にできたっていうのは、すごく大きな意味があって、実は弥生時代には出雲の中心地は出雲平野と安来の荒島にあったんですね。それはなぜかというと、それぞれ西から東から船が入ってすぐのところだからです。でしかも平野はこの大平野よりもはるかに大きい平野を、出雲平野も安来平野も持ってますから、単純に生産力、いくら田んぼで米が作れるかだけで考えたら、この松江の小さな平野が出雲の中心になれるはずがないんですね。ところが時代が進んできて一定の流通のシステムができてくると、東から西へ行く船がこの小さな水道でシャットアウトできるこの利便の良さ、地形的な制約によって、言うなれば単純なことを言うと、積線が取れるわけですよね。ここで一遍船を止めることができる。で船を止めようと思ったら北と南がしっかりと結合しなくちゃいけませんよね。ですから当時の古代にとって、古代の人々にとって、全体出雲全体を押せていくにあたって、生産力が高い、出雲や安来じゃなくて最終的に松江に国府が置かれるっていうのは、その流通を抑えることによって、おそらく北と南が結束して出雲の国の中心地になれたし、結果的に今度は生産自体も大いに集約してしまって、その流通や工人の、工人を集めたり薪や粘土を集めたりするのも全部その力によってコントロールして一つにまとめてしまう、さらに強固な、生産と流通をシステムを支配してしまういうことによって、出雲の中心地になっていくんだという、まあ、小さなことから、まあ、そういう大きな物語がこの浅組の大井のかまどで描けるのかなというのが私の話の趣旨でございました。すいません、なんか
専門的な用語をいっぱい使って分かりにくかったと思いますが、以上でございますが、最後におまけを一つつけておりまして、浅組郷土史を開かせていただきますと、明治時代の歴代の庄や古町村長等という項目があります。この中にですね、藩政の頃の浅組村の庄司や庭野観光兵衛っていうのが出るんですよ。私、庭野っていう名字は非常に少なくて、ああそうですか、ああびっくりした。いやいや、これが33日で、はい、ハムのに改修してます。あ、ハムのに改修してで、この当時は今、あ、そうなんですか。だから多分私、その先祖じゃないか、子孫じゃないかと思うんですね。だから私、もともともしかして浅組の人間ではないかなと思って、今日はそのお話が聞けるんじゃないかと期待して、最後にこれを、ハムの名は間違いなく、あ、そうですか。あ、ということで、私はどうやら浅組に縁源がある人間だということが今はっきりと明らかになりまして、本日のお話は終了させていただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。